Thank you.
県民の最寄りにここから徒歩で行くのはちょっとあの無理だからね。だからまあちょっとそこまでまあ何もないけど少し歩くと行くだけできないからね。県民の森ってかアンデス行くのは多分あのバスじゃないといけないだろうな。だって電車もないからまあ。まあ、あのリスナーもいないし、別にその、朝の話を追求してもしょうがないんですけれど、だから、なんとなく考えたけど、そのさっきほら朝話すの忘れたのがぐらいだよね。ほら、近くとかほらイメージといっても、その中にはあの、単にほら感覚的なもの、例えばその見られるものとかね、それだけじゃなくてさ、読まれるものというかね、意味があるものというのもいっぱいあるというふうに思ったわけだけどね。まあ考えたら、僕はさ、あの、買い物とかなんかで街を歩いていてもですね、例えばその、ポスターだとかなんとかね、そんなものばかり見ていいということで、まあそれはそういうものもあれですよ、ほらまあ。純粋な、まあ、自然とかね、そういうものではないから、まあ、いわゆる普通の街だからね。まあ、それは当たり前なんだけれども、そういうのがあるのは。な、別にそのこと言ってあんまりさ、あれこれと、詩弁してもしょうがないわけだけどね。だから、まあ、あの、特にさ、あの、取り立てて、ほら、読まれるような、に意味がないような自然をさ、ボケって眺めて、まあ、くつろぐという、そういうとこがあんまりないというね、感じがね。そういうことは向いてないというね。ほんなら、まあ、ちょっとほら、散歩っていうか、そこまでさ、あの、そこの T 字路ですか？左に行くとなんだっけ、小室とかそういった方に行くのかな。で、右の方にずーっと行くと、まあ、船橋とかね、になるという。そういった T 字路だけど、そこ突き当たったところの、まあ、その突き当たりの左側に、あの、あれがあるっていうか、まあ、角ラーメンっていうのがあってね。で、そこの、あの、店主とうちの母親はずっと昔からね、知り合い、10年以上知り合いなんだけどさ。だけどね、うち、我々は貧乏だからね、ラーメンすらもう3年とか5年とか食べに行ってないっていうことで。だから今度食べに行こうねというふうに、家で話したのはもう3、4ヶ月前なんだけど、そういう気に行ってないっていうね。ラーメン一杯は食べに行ってもいいじゃないかっていうふうに思うんだけど、なかなか行けないっていうね。だからその、カドラーメンのご主人とももう5年以上ご無沙汰してるっていうことなんだけど。でからね、その時、向かいにはあれがあるというか、ほら、au のショップがあって、だから、ソフトバンクに帰る前は au だったんですけど、ソフトバンクはね、ここまでよくなんか会うと来てたんだけど、だけども機種変更して、あの、ソフトバンクに帰ってしまって au 解約したから、もうあまりここまで来る用事がないということだよね。てか、ワークマンここね。ワークマンはだからまあ、前にその浦安の倉庫で働いていた時に、まあ、軍手とかそういうのがね、なそれはだから作業するのに必要だから。ね。ね。だからまあ、よく買いに来ていたけれど、でも最初、その倉庫もやめたからもう、ね、あんまり来ないっていう感じだね。ここはどこですかね。ここまあ、つまり、二向こう台から岬の方に歩いてきてるわけだけどね。だけど、ま、少し、ま、商店はあるけれど、まあ、商店街でもないし、まあ、そんなに開けた街でもないし、あの、まあ、住宅もあるけれど、まあ、民宿の間でもね、マンションだな、これな。団地とかそういうのですか？な。そういうの多いね。
まあ、これもまあ郊外というか、まあ、一つの地方都市のね、よくありがちなパターンじゃないかと思うけどね。これ見て、この何もない風景でもね。この人何してんだろうね。鉄則してる。なんか全く無意味に、あの、何もない野原に鉄則してるおばさんがいたけど。何なんでしょう、これね。だこの辺のほら、商店っていうのも全然来たことないですね。だからさっき言ったほら、カロラーメンにその5年以上前に来ただけですさ。それ以上はどこも来てないっていう感じだな。俺はこの店も来てないしね。だからそこの焼肉キングにも来てないし、飲み屋にも来てないしね。まあ貧乏だからまあね、からまあ地域といっても全然もう出歩いてないっていう感じだな。だってもうこういうもう20年住んでる、20年に住んでるけど、もう全然来ないな、もうこういう店に。20年以上住んでて1回も来ないってのはすごいよ、なんかね。でもさ、そういうものだろう、それはな。焼肉キングだろ、だからもうこと言いすぎて。ほら、そこ見えるかな、その大きな T 字路が、あの、左に行くと小室駅。右にずーっと行くと幕直しという、そういった T 字路ね。ここのピザ屋さんもね、ですらも1回も来たことないよね。本日休業らしいけどね。まあ基本的にまあ僕らは出歩かないんだよね。あんまり。だから今日もほら、ご飯というかまあ食事はあれだったけど、まあ、つけ麺だったけど、まあそういったまあ、インスタント麺を買って食べているという、そういう感じだね。まあ僕は贅沢言わないっていうか、食べ物に贅沢を言ったことはないですね、あんまりね。あんまり興味ないし、食生活に。ね。何か健康にいいものは食べたいとか、美味しいものは食べたいとか、あんまり思わないよね。せいぜいあれだね。美味しいお茶を飲みたいとか、そういったくらいだもんな。日本茶好きだからね。ほら、まあ、のんびりって感じだ、ほらな、まあ。ほら、あそこのつけ麺の店って大きなところに来たことないですよ。だから僕らが来たことがあるのは、その近く隣の、まあ、あの、カドラーメンっていうところだけだね、もうね。まあ話は変わるけども、僕はもう37歳くらいだから、まあそうするとですね、これまでの経験ってこと経験、まあ、つまり今これまでの来た道っていうのをですね、まあ少しまあ、まとめた方がいいっていう気がね、しますけどなんかね、まあ中年だしもね。そういうふうにまあ、やる程度整理をしてですね、区切りをつけた方がいいですね。まあ、その際はね、多分あれだ、ほら、まあ、超短編小説とか、そういった感じで、まあ、整理するっていう感じだね。まあ、僕はまあ、だからそういうふうに、まあね、
あんまり社会とか世の中に関わりたくないからも。左側にあの幼稚園がある。で、この大きなね、つけ麺屋じゃないんですよ。その隣の小さなラーメン屋が角ラーメン。ね。まさか角ラーメンなくなってないよね、なんかね。なんか見えないね、今。カードないね。ないじゃん、なくなってんの、これ、見せて。あったあった、ほら、小さなほらね、この黄色いこれ看板ね。角ラーメン、ほら、見ました、ね、でも、隣のほら、チェーンのつけ麺屋はこんな大きいのに、角ラーメンこんな小さいんだよ。ね。で、これは EU のショップね、EU の。で、この大きな T 字路を左にずっと行くと、ほら、小室の方で、右にずっと行くと、ほんとにずっと行くと、まあ、船橋って言ってるよ、そういったことなんだけどね。で、これはほら、メガネ市場だけど、ここも来たことないですね、僕はね。そして、まあ、小室とかなんかいうところには僕は行ったことないっていうかね。だからまあ免許取った時に、まあその自動車の教習でまあこっちの方も来たけれど、だけどそれは単にその運転の練習取っただけでさ、車からまあ、降りてないし、その小室とかなんかの方の街の方を散歩したこともないしね。だからまあこっちの方で今歩いてる方向のその反対側の方にずっと歩くとどうなるのかってことはそれは分からないんだよね、なんかね。まあこれだけご近所でもね、そしても何時にも住んでいてもですね、この辺は来ないからまあね。ということでした。だからあれではまあ花優さんが言うような、まあ、私小説、私小説とかいうのは書けないからね。そうじゃなくて、まあ、こういうのもね、私ワーストリームというか、シーワーストリームというかね。まあ、単に喋ってるだけだったら書くよりも楽だしね。気を使わないから。だってあれですよ、僕はまあ、私小説とかいうものは、まあ、最初から読んでないからね。読んでないものは書けないね。でも、まあ、喋るのは喋るだけだから、まあ、別に普通に喋ればいいだけだからね。ここほら消防署だ、これね。すき家がここね、今な。で、この大通りをずっとまっすぐ行くと、ほら、まあ、右手にほら、小島電機が見えてきて、で、さらに行くと、で、そこの大きな通りを左に曲がってずっと歩くと、まあ、滝不動にね、行く。お滝不動に。そういうルートはね、これね。だから毎月ほら1日には家からほら滝風呂まで歩いてその途中をほら郵送に流してるでしょ。そのルートにこれもっと合流するけどね。だからそうしますとね、だからこの辺はあれですよ、まあ梨園とかそういうものが多いっていうそういったまあね道なのね、北の方の三崎とかね。ただまあその梨が美味しいのかどうかってもその梨も食べてないからね、わかんないっていうね。だってこの地域にもう何十年も住んでるけど、でも食べてないからさ、梨を。そんなにほら、裕福じゃないから、そんなもの買い頃。ほんで、こうローソンでしょ。で、ローソンがしばらく行くと、ほら、セブンイレブンとかがあるっていうコンビニのね。で、少し行くとあれがあるね、ほら、見えるから、あの建物ね。あれはまあ、大島汽船病院ってんだけど、ただ僕はそこまで行ったことないから分かんないなんかね。大島汽船病院は行ったことないから。左にほら、園芸の店が見えてね。で、少し行くと、ほら、あれですよ、ほら。ほら、新京成の三崎駅というのに来ますね。だからまあ、
滝風呂とかに行くときはそのリブレとか、まあ、そっちから通ってくるんだけど、ちょっと今日はほら散歩だから遠回りしてきたっていうことなのね。なんかほら、これほら、田舎らしいけど、これもあるよ、ほら。クリーン精米機ってほら、無人のほら自動精米機のね。だからここはほら、三崎公民館とか三崎自動ルームらしいけれど、で僕あんまりここら辺ほら、来た覚えはないね。でも確か2回くらい来たかもしれないけどね、この三崎公民館っていうのは。ちょっとね、三崎公民館はまあ、歩くというか少し引っ込んだところになるからね、なんかね、なんかあんまり便利じゃないんだよね。で、確かね、三崎公民館もあんまり大きくないけど、図書ルームってあってさ、で、少し、これ、看板あるけど、見える見えないか光って見えないですかこれ。見えるかな大島汽船病院っていうね、ほら。見えるかなこれな。これはこういう看板あるでしょ。だこれはもう大きなこれ有名な病院なんだけど、だけど僕はまあここにほら聞いたことがないから、書いたことないからね、うん、だから分かんないっていうことだけど、いや今リスナー一人先に消滅してしまったけど、なんかね、まあつまんない雑談してるからね、別にいいんだけどさ。今ここ右に見えるのは畳屋さんだろ。で、ハリキュー整骨院があって、大工道具屋さんがあったりして、ここが工務店なんかね。まあこの道はですね、たまに散歩するんだよね。まあ散歩するって言っても別にさ、目当てのものは何もないんだけどね。まあこういうほら地方都市や島、特に何もないんだけどさ、まあたまにほら散歩するということはね。まあいいんじゃない、そういうのんびりとした、日々というのも。左見えるなんだろうか、これは板金工業、そういったみたいな。でなんか見え、政教新聞とかいうね、そういった看板見えてたよ。でまあ右手見えるのはまあ住宅街っていうの、これ新興住宅街これね、一戸建てだけど、まあ多分、建売り住宅っていう感じかな。ここも来たことない。大衆食堂っていうこの店もね、来たことないね。で、今右手に通り過ぎたのは、会計事務所とかいうとこ通り過ぎた。でほら薬局があって、その近くは多分この前ほら開店の時に半額だから食べに来たラーメン屋と思うよ。三崎だるま焼き、でもだるま焼きって最近多いね、こういうとね。ピースボートのほらポスターとかあったよ。伊藤ハムでしょ。で、寝具屋さんだろな。すいません、退屈な放送で。まあ特にそんなにね、何も喋ることないから、退屈な放送なんだけど、すいませんでした。いや、なんかほら具合悪いから少し歩いてるだけだからね。谷口明夫さんってこれ誰だ、これ初めてだ、これほら、これ三崎の駅の近くのほら商店街っていうか、そういう感じ、ほら焼肉屋さんもあって、ほらラーメン屋さんもあると思うんだよね。
ラーメン屋コーナーあったからラーメン屋ね。ここじゃないかね、安かったの。覚えてないんだけどな。左側のこれは何でしょうか。ワインって書いてある、これね。地酒ワインとかなんか書いてある。で、ここも病院ね、コミュニティクリニック、ここは一回来たことあるね。なんか風邪がインフルエンザの時に一回ここに来たことがある。ね。醸造酒ルームだって、左側はね。ここかもしれないね、この安かったの、ほら、ラーメンほら。特製、ここだね。特製ラーメン、中国吉次郎、ここだね。でもあれじゃん、もうこれはもうほら、ラーメン多すぎるからいっぱいね。ちょっとあれじゃないですか、あの、過当競争じゃないか、これな。この細い道を通っても帰れるけど、まあ散歩だからまあ大きな道を歩くけどさ。まああれだね、まあ毎日散歩しているように、まあそういったまあね、あんまりつまらないっていうか、のんびりとしたコースだからね、特に取り立てて、で、取り立ててさ、ドラマもなくっていう。そう、さっきファミマ、ローソンなんで、ここファミリーマートかな。で、しばらく行くと、まあ、セブンイレブンもあるという、そういう感じだね。ほら、ここほら、霊園最上ね、これね。ここほら、あの、加倉井さんっていう会員さんが、死んだ時にさ、亡くなった時にここね、お葬式に来たけれど、まあ、だから僕らがその彼女が歌ったその歌っていうのをテープに撮っていてさ、ね、で葬式はそれが使われていて流されていたと繰り返し、ね、これが結巻斎場、これね。で、まあ、ここに来たのはその時1回だけだな。スマイルしか見せない。ここは来たことないね。っていうか、岬のこの辺りってほとんど来ないから、その踏切越えてっていうのはね。だからまあ、これ地元に住んでいてもあまり縁がないっていうことで。ここはこれよく来るけど、ここはソフトバンクこれね。だからよくこれは相談っていうか何、ちょっと動作しないということでよく来るけど、ここはね。で、右にまた整骨院があって、左側にこれ、矢尾港ってなってね。矢尾港ってまあ大きなデパートなんだけどね、あんまりさ、あの、安くないんだよ、なんかね。矢尾港ね。ほら、あの、関根和子さんの看板を通過して、ね。韓国家庭料理見て、これね。まあ、それも通過して、踏切も通過して。で、ここはあれだね、まあね。岬の駅、これね。ですが、まあ、通過しますよ。リブレのほら、看板あるじゃん、これね。踏切をほら通過して、これ看板あるけど、これあれがあるんだよ、これあの、三崎家具っていう家具屋さんがあるんだよ、なんかね。京葉デー2階か、はい、まあ要するにデー2があるっていう、そういったこともね。そこの信号を右に曲がって帰るけどね。なんかもう寒いし、なんかな、夕方だけど。もうあれでしょ、もう30分くらい歩いてるだろうな。だからもう疲れたからね、帰りますよ。リスナーだっていないし。だからまあ、のんびりと帰るよ。まあ、だからまあ、僕がまあ、一人ごとですね、つぶやいているっていう、そういう感じはね。
ほら、そこのほら、交差点、ほら、いっぱい政治家の看板が立ってるじゃん。ね、で、そこを通過して、ここを右に曲がりますけれど。ね、こういう喫茶店とか飲み屋、居酒屋さんにも僕は一回も来たことなくてね。だから何十年もほら住んでるけれど、一回も来たことないのね。だからこの辺はだからまあ共産党かと思いきや、その民主党の下村太蔵さんのね、看板が立っていたりとか、まあ、ごちゃごちゃしてるけれど。ここはほらタイル工場、右側ね。ほらこれはほら、ここはもう共産党系のポスターがあったりね。で、まあ右手にあれは今リブレ形成が見えてきて、ああという感じだな。まあ、ここはまっすぐ行って散歩に行ってもいいけれど、ただまあ僕自身がですね、ちょっと道に迷いそうだからやめとこうか。あ、寒いしな、一回帰った方がいいね。このまま真っすぐ行くと、ほら、二向こう台の駅の方に出るんだけど、まあ、10分くらい行くとね。だけど、わざわざそこまで行かなくてもいいでしょ。だって何もないしね。右手にほらリブレ形成の大きな建物がこれ見えるっていうね。で、少し行くとほら中村静夫先生の妹さんが経営されているそのせんべい屋さんがあるけどね。僕はそこもですね、あんまり行って買ったことないんだけどね。だってほらせんべいとか買う習慣はないからさ、日常的に。共産党の凱旋者来たよ、なんか選挙もないのに。これここほら自動車工場ね。日本共産党です。日本共産党へあなたの願いを。な、共産党なんで凱旋者走ってたのね。だって選挙もないのにね。ほらここほら担々麺ほらね、11時とか平日はほら半額だそうだから一回食べに行こうと思ってんだけど、思ってるけれども一回も来てないっていう。ほらタイムサービス半額って書いてあるでしょ、担々麺だから食べに行きたいんだけど一回も来てないっていうね。ほらここのおせんべい屋さんが今閉まってるけど、ほらこれね、これがほら静雄さんのほら妹さんのね。ここまっすぐ行くとあり、今ちょっと工場的なものがあった。あとはね、産婦人科病院が1個あるね。でここはほら昨日も来たけれど、右手にほらリブレ形成で左手には農協があるというね、そういうような街並みだね。ここほら昔友達住めたのね。一棟個別指導学院とかね。まあ部活住めたことないんだけどさ。ほらこの時計見えのリブレね。リブレ形成だ。東にもあるでしょ。ね。左がまあ農協であるということで。ね。
で、右はリブレ形成であるという感じです。やっぱり寒いですね。ちょっと具合悪いな。早く帰ろう。で、左側に、船引き皮膚科があり、薬の二郎があり、まあ、どちらも今日は祝日とかお休みですけれど、ね。三崎内科クリニックっていうのもある、ね。まあ、ほら、今日はほら、祝日だから、まあ、どこも閉まってるから、まあ、空いてないから、まあ、通過だね。右側にほら、婦人服、小物雑貨、ラブ&モールっていうのがあって、ね。ここも今日お休みだね、祝日だからね。で、ほら、ビッグ A があって、で、ここ曲がると、まあね、帰るっていう。ここ少しまっすぐ行くとあれがあるんで、船橋第一自動車教室があって、そこでほら、免許取ってないから。ここはほら昨日も撮ったけども、まあ、何にもないような道だね。右左ね。なんかほらこういうのんびりしてるけど何もない風景だこれね。このプチスナック姫とかいうもここもね一回も来たことないね。タイガーとかいう不動産も一回も来たことないね。なんか今ほらフルミング屋とかほら骨董屋を通り過ぎたけどここも来たことないですね。だって骨董持ってないから関係ないんだよね。ここも、あれ、まあまあ、これは、この右手のこの手、これはあれでしょう、アパート的なものだろうね、これね。まあ、歩いてみてもわかるけど、まあ、本当にほら、公明党のポスターが多いのかね。そういう気がするけど、僕は。で、ほら、まっすぐ行くと何、双葉治療遊園っていうの？そういうのがあるよね。これが俺神経線の道路だな。ね。このほら児童遊園とかいうところも今子供もいないし走るからもね。ほらカバかなんかのほら遊び物があるけどね、遊具があるけど。ほら、この道もほら、もう誰も通ってないでしょ。まあ、のんきなもんだよね。まあ、のんびりとした双葉向台の風景だね。ああ、疲れたよ、もう。早く帰ろう。まあ、この辺は一戸建てなんだろうかね。なんかそういった家だね、これ。はい、帰って寝ましょう。もうやれやれもう。右のポッケには夢がある。左のポッケのチューインガム歌を歌えば東京きっと潜りたくなりゃ
マンホール。よいしょ、ここまで来た。もうすぐ帰ってくよ。このほら、何もない道を右に回ってね。で、またこの路地を右に曲がって、で、帰りますよ。で、もうすぐほら、猫のおばさんのところの前に通るね。まあ、ご近所で少し付き合って、近所付き合いしてるのは猫のおばさんだけなのかな。はい、帰りたい。痛い。なんかあれ静かでしょ、なんかね。本当に静かな昼下がりだね。寒いけどね。おやおや、日の丸が。まあ祝日だからね、日の丸が。出てるのもおかしくないけれど。そういえば今日はいわゆるまあ、建国記念の日とかね、言われてるね。神武天皇とか。まあ、ようやくここまで帰ってきたよ。ね。無意味にね。まあ、リスナーもいないし、まあ、だから、まあ、のんびりとさ、言いたいこと喋るけれど、まあ、そういうふうに、まあ、のんびりしてるって言うと、まあ、オポチョニストっていうか、まあ、日和見主義っていうかさ、まあ、全くほら、のんびりしてるなって気がするけれど、だってほら、なんもないんだよ、この地域には。ね。だから別にそんなに、問題も、ドラマもね、なんもないからね。単にダーダーしてるだけだよね。何もない地域なんだよ。帰ってきた。で、別にそんな問題がなければね、ならないわけでもないからね。散歩してたからね。あいつ、痛い。やっと帰ってきたよ。ね。帰ってきたからどうだっていうことはないけれど。なんか少しほら10分ちょっとピアノ弾いたけど具合悪いからまあ散歩に行ってきて。で、そして今帰ってきたっていうことだったけど。ね。まあ、そういうのはね、まあかなりしょうがないっていうか。ね。なかなかそんなに具合は良くならないだろうね。ただまあほんのちょっとまあ30分くらいであってもまあ散歩とかしてのんびりするのいいことだというね。それだけのことでしょうね。